どうも。岩崎です。はい、今日はニンニクの、種ニンニクを剥きながら、はい、11月うちが、何する、どうする、こうするっていう話を、まあ興味のない方もいっぱいいますが、はい、興味がある方は見てくださいという動画を上げます。のんじょ。うん。OK。うん。これなんだこれ。22秒のこと。そう。あ、そういうこと。22秒経ちましたんで。本編始まりまーす。あ、バイバイしよう。あ、これ。こんにちは。悪霊退散。なんじゃ。魔除けだ。はい、固まるな。どうも。岩崎です。はい、どうも。ニンニクです。はい。はい、ニンニクね、はい、種芋をね、はい、を YouTube で見ていただいて知り合った。うん、また落とした。なんだ。どこ行った。もうあれ、何個か落としてんかいな。あったあったあった。うん。中身ね、バオバブ農園さん。バオバブはアフリカから種を入手してるらしいですけど、で、ニンニク栽培のことを教えてもらって、はい、で、その時に種ニンニクを譲っていただいたというか分けていただいたというか、買わせていただいたというか、はい、でニンニクを今、はい、種芋というか種ニンニクを、分割してるところですね。分割せなあかんねんな。うん、なんか水に濡らしてやるとやりやすいと、サブチャンネルの方の、はい、ライブ配信で今さっき教えていただきました。はい、おお、また落としたで、今日はですね、はい、11月、熊取木漏れ日菜園、はい、取れるもの、植えるものみたいな感じでね、うん、今どんなものを収穫できてるのか、そしてどんなものを、これから植え付けてやるのか、うん、まあ、基本うちはね、横着栽培ですんで、はい、植え付ける、ほっとく、収穫するですね、はい、っていう形で、どんなものができているのかと、うん、いうのを、急遽お伝えしようかなと思っております。はい、で、まずはですね、植え付けるものからいこうか。そうだね、うん、植え付けるもの第1番目、はい、ニンニクです。ニンニクは大阪では11月第1週までは大丈夫ということなんで、はい、今週中に消毒して、うん、で植え付けて、植え付ける、ほっとく、6月に収穫というのを目指します。慌ただしいな。うん、何が、ん、何が慌ただしい。植え付けるのが、あ、そう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 、まあ忙しいよね。そうまあそらしゃあない。うん、1つ目がニンニクですね。はい、次に、うちで今植え付けてるものは春菊ですね。未だにまだハウスの中の春菊をコツコツ植え付けております。はい、まあ春菊ももう第一弾のところはどんどんな収穫して売ってるんやけどね。そう、うん、だからまあ収穫するものの一つに春菊もあります。うん、まあ菊ないね。そうだね。で、春菊もうちの場合も関西のね、よくある中葉春菊ではなくて関東の中葉春菊を使ってて、で関東なんじゃ、失礼、お、はいはい、あ、違う、この上に置くの、はいはい、ごめんなさい、はい、動画中に、はい、関東の中葉春菊は、あれですわ、摘み取りタイプなんで、うん、植え付ける、ほっとく、収穫する、収穫する、3月まで収穫するみたいなね。長い、うん、で、もう一部ね、農薬撒いたりもごちゃごちゃもしたんですけど、もうこっから先はあともう少しで、あいつらヨトウムシが、あいつら、地中にさなぎとして眠ってくれると思うので、そうなれば春までは、はい、うん、大丈夫です。もういらんのよ、あいつらな、はい、春菊どこにある？春菊はここにあるよ。おー、これ、うちの春菊でーす。はい。ね、聞くな、聞くな。うん。だいたい100?20 円 ?30 円あ、130円。250円。230円。120、30円、うん、ぐらいで、寄ってて、で売ってまーす。イェーイ。はい。次。今、植え付けるもんやな。植え付けるもんよ。うん、その後は、あれよ、チヂミほうれん草よ。これ、これ、これ。種で、横着栽培で。目出しだけして、あとは植え付けてほっとくみたいなね。うん、これもあれですわ。さっきというか、今さっき動画が上がってるんですけど、それは、
今さっきと言っても、この動画が上がる時にはもう何日か前でと思います。そうだね、はい、昨日か、昨日動画ですね。で、横着栽培の植え付け編やってます、はい、あとはなんだ植え付けない。いやもう春菊とほうれん草と、まだあと豆まけなあかんの。ああ、そうやった、薄いエンドウの種まきが残ってますね、うん、第1弾はまいたの、もう芽が出てる、うん、第1弾は薄いエンドウとスナックエンドウね、うん、奥の方がまだね、うん、で第2弾うちはまたあるんだ、うん、巻きます。で、植え付け種まきはとりあえずそんなとこかな。そうだね、うん、青ネギの苗が残ってるのよ。あ、青ネギもちょっとどっかへ植え付けなあかんな。あの子かわいそう、ね、あの子かわいそうやから空いてる場所を見つけて適当に植えましょう、うんうん、あとパセリもまあまあちょっと残ってるよ。そうあれも植えらない。植え付けましょう。まあうちが植え付けはそんなもんで、ね、落ち着けばもしできれば、セロリの種まきに入りますな。セロリ、あ、セロリじゃないよ、レタスや。なんでと思ったよ。間違った、間違えました。よかった、よかったです、はい、訂正できて、訂正です、よかった。よくあるやん、このなんかね、セロリと、レタスと言ってると思いながら、セロリ、分かる分かる、分かる分かる、違うこと言ってるから、ね、よくある、よくある、うん、あるやろ、うん、あるあるある、よくはないけどね、よくある、たまにね、よくある、うん、はい、ママはあれやな、ウルトラ C のことを言いながらウルトラ Q、ウルトラ Q ってずっと言ってるよ、ね、そうやな、うん、あら、落とした、あれ、いっぱい落としてる、もういっぱい落ちてるよ、どこ行った、もう落としたらね、出てこないの、これなぜか、ちっちゃい、もうなんかわからんけどな、後でゴミ捨てるときにもっとちゃんと見ないと、おい、後頭部落としてるの、あ、そうか、失礼しました。で、植え付けはだからそんなもんか、そんなもんだね、植え付け種まきね、うん、あ、玉ねぎの苗をね、どっかから入手して植え付けるかもしれません。玉ねぎ、うん、玉ねぎ、ほら、あのこのニンニクの場所さ、うん、あまりそうじゃない。あ、まあ、確かにね、うん、結構なあの、うん、感覚で植えてると、このぐらいの量じゃ全然、確かにそうかもしれんね、うん、足らないかもしれない、うん、まあでもそうそう、で玉ねぎな、うん、あのうちの塾生の人がさ、熊取新規収納塾という塾があるんですけど、はい、そこの塾に来てくれてる女子の人が自宅で玉ねぎを種から育てたんですが、うん、それがひょろひょろで思わしくなくて、うん、買ってきた苗と植え比べをするので、それを YouTube に撮ってくれと企画をいただきました、うん、ましたんで、玉ねぎは近日中にそれも取りつつ、うちでもこの苗をどっかからゲットして植え付けるかもしれません、うん、暇があれば、暇があればないけどね、うん、ないよ、うん、で次うちで今収穫できてるものは、このピーマンは地主さんとこのピーマンやな。もうこれで最終やりたな、よう持ったよな、ロジでな、最終で、もう終わり、今日で終わり、うん、あともう一回あるかないかっていう、うん、次に、うちが取れてるものやな、うん、春菊は言ったので、はい、ください、はい、これはあのチヂミナですね。よってってさんではチヂミナというシールがないので、小松菜でうちにあのチヂミ小松菜というシールと一緒に出してますけど、まあ本物はチヂミナですね。まあでもまあ小松菜系ではあるので、まあ、小松菜ではないの、チヂミナやな、あ、うん、違うのか、まあでも、まあ、いいとこ、うん、そんなもんじゃない、うん、適当やな。まあでもあのなんとか、うん、あのそれで売ってますんで、うん、緑濃いしね、そう、うん、もう本当はもうちょっと寒くなってから縮んだ方が美味しいけどね、ちょっと早いけどね、うん、まあこれがでも今11月中で多分なくなるな。いや、そうだね、うん、こんだけガンガン取ってたらね、そう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 。で、次に今取ってるのがこいつです。おお、青ネギちゃんです。イエイ、うん、うちはね根元をバシッと切ってね、はい、で根っこを残してもう一回3回ぐらい収穫しようという、うん、そうだね、もう伸びてるもんね、うん、1回切ったら、うん、そういうせこいことをやってますが、せこいって、まあ、それも私たちヘッポコ農家の生きる道、はい、で、これもね、あの青ネギももう全然虫おらんようになったな、そうだね、うん、だからもう初めにちょっと農薬入れたけど、うん、植え付ける、ほっとく、収穫するね、この時期はほんま青ネギはめっちゃ楽やね。いいよね。ただ残念ながらお知らせがありまして、はい、うちの青ネギ、まあ、ちょっとだけなんですけど、うん、2列ほどな畝で植えてるだけなんですが、うん、まあママがちゃんと教えてくれへんから、一部黄色くなっててさ、あれ肥料切れやよ。あ、そう、うん、追肥せなあかんよ、うん、でも液肥でブワーってもう追肥しようかなと思って、うん、でも明日雨やろ、
そうやねん。 あれやな、普通の液肥じゃなくて普通の肥料撒いた方がいいかもしれない。雨やったらな、吸い込むかな、うん、うん、もうブワーって上から撒きゃいい、ね、うん、うん、ただ、あっちのさ、あの、分け木も撒き木やんか、お前。分け木パパ毎回撒いたやん、ま、肥料撒いたけど全然効いてない、あんな撒き木やんか、うん、まあ、分け木はあの、もう今回は葉っぱ売らないからな、うん、あの、春に売るために今、種を増やしてる状態やから、うん、なんかネギ系ばっかりやな、こんなな。うまや、ほんまやな、ネギ農家やん。ネギはでもね、あの、これからの時期はね、わりかし楽なのよ、うん、うん、やっぱあの、夏場はな、結構大変やと思うけどな、うん、夏場大変、うん、熱海馬とかも、まだ湧くんかな、その辺はちょっと詳しくは知らないですけど、うん、まあ、ほとんど虫はいなくなるよ ね、 今ね、うん、で、うちが今取れてるものはそんなもん、あ、これですよ、これ、あれ、どこ行った、これは親芋だ、種芋用やけど、うん、里芋ちゃんですよ。里芋ちゃんはどこ行ったどっかにおる、どっかに、どっかにおる、どっかにいるんですよ。で、里芋はね、もう半分以上掘れたな。そうだね、あともうちょっとやな、うん、だから里芋を頑張って掘って、そしてあとこいつですね、11月入ったから、おお、いよいよ自然薯、今年ムカゴ全然ついてないんですよ。なんで？で、聞いたらいろんなとこみんなついてないんですよ。やっぱそうなんだ。そうそう、あの、あそこのほら熟成の人のとこも、うん、やってるやんか、うん、あの人も聞いたらさ、全然ムカゴないんですって言うてたら、うん、こんだけしかできんのかな思って、うん、今年少ないみたいですよという話をしたんですけどね、まあそんな感じで、自然薯がいよいよ始まりますね、はい、いつから掘ろっか、もう忙しくてほっとり暇ないな、うん、うん、まあ、ごらんとな、うん、ごらんと、ていうかね、自然薯もね、あの、令和元年から自然薯を始めて、はい、もう今年で4年目やんか、はい、1年目、2年目、3年目ほどの熱がないよね。あ、そう、あんなに勢いでさ、一生懸命さ、うん、自然薯を作って自然薯を売ろうとしてたけどさ、うん、やっぱり、いや、まあまあ、でもそれなりにやってるよ、うん、でも、やってる、もちろんやってるよ。自然薯ね、あの、補助とか土作りは大変やけど、うん、それができてしまえばね、横着栽培できる。結構楽、放置気味だよね。いや、俺もう今年ほぼ 100% 放置やで。ねえ、薬も撒いてないでしょ。農薬一回も撒いてない。ただあの、ほら、暑さで枯れた、だいぶ。そうそう、うん、そう、ね、もうあればっかりはさ、もうええわ思って水撒くのもな、なんかちょっとあれやしな、ちょっと水撒きた方が良かったんかもしれんけど、もういいわと思って、うん、もう植え付ける、ほっとく、枯れる、収穫する、いやいやいや、あの、自然薯はね、これで何百万も売ろうと思っても、うん、ちょっとしんどいな、まあ、うん、で、こういう俺みたいな性格やからあかんねんな、うん、なんか一個に突き詰めていかへんもん。そうそう、うん、あの人参の人なんかでもさ、うん、もうやっぱり人参と水なすってガーっていくやん。そうやな、うん、それが普通王道というか、うん、普通の農家の人みんなそうなんよね、うん、俺はやっぱあの変わってるよね。変わってるというよりも八百屋さんから入ってるから、うん、一通りこのピーマンにしたって、あのいろんなナッパニンニクにしたって全部自分でお店で売ってるのよ。売ってるな、うん、で売ったことがある、売ったことがあるから、もうそれなりに触ってるから、その売るのはそのまあ難しいっちゃ難しいけど、簡単っちゃ簡単なのよ、うん、作るよりは。確かに作るよりは簡単やから、売っててもう簡単に売ってるもんやから、あ、作れるやろ思って何でも作ろうと思うんだよな、うんうんうん、自然薯でもそうやんな、そういうのり、のり的にはな、うん、まあ、いろんな長芋とかも作ろうとしたやん、うん、で今回ニンニクやん、ニンニクもこれあの一回ね、以前あの作ったことあるけど、あ、その時はベト病が出てさ、そうね、もうほとんどうまくいかなかったんですけど、うん、今回は、おお、またこっちだ、よいしょ、 YouTube でお知り合いになれた人がニンニクをね、うん、作ってたんで、ニンニクを教えてもらうということで、な、種ニンニク入手して、うん、で、まあ、本格的にいっぺんやってみようと、うん、ただね、問題があってね、乾燥機がないんですよ、乾燥機が、そこそこそこ、うん、だからやっぱり乾燥させないとね、うん、新ニンニクのままね、この切って置いとくとね、この表面は綺麗でも中にカビが入るんですよね、あ、うん、だからあの新ニンニクほら店で売るときは俺らもよく注意したもん。あ、やっぱりいい。あのね、新ニンニクの時期だけ出てくる徳島さんとかあんのよ。普段はね、青森さんとか、はい、青森がほとんどで、あと香川が結構多かったりするんで。香川多いよ。だからほら、あの香川の出身やから香川県もんばっかりやんか。うん、あのバオバオの香川出身とか香川で勉強したからね。勉強したからな。そ、うん、うん。先週が。ニンニク、青ネギ、レタスって全部香川の。うん。うん、特産品というような使ってもらったかな、うん、それがさておきですよ。何の話だった今日は。なんかニンニクの話じゃなかった。収穫するもんやろな、うん、ああ、これあれや、何でも作ってしまうって話が、うん、あれ、ここ飛んでいったこれ入ったのかな前は。で、
要するに11月うちはあの、まあ、そんな感じで、植え付けは春菊、ほうれん草、たま、にんにく、玉ねぎ、あとは、はいろいろ早く終われば、レタス、ね、で、収穫は春菊、青ネギ、しじみな、わさびなパセリ、わさびなパセリあ、わさびなパセリもあったな、うん、あとは、ガツンとあるのが里芋、あとはパクチー、あパクチーちょっとだけあります、ほんのちょっとだけ、ちょっとだけで、あ、植え付けあれや、スナックエンドウじゃないわ、薄いエンドウもあるわ、そうそうそう、ありますね、うん、で、あとこいつや、自然薯、自然薯、大阪自然薯、すねの輝き、え？いやネーミングが変わったよ、そう、ネーミングちょっと面白い名前つけなあかんよな、なんかもうちょっと面白い名前考えよう、日本一高い親父をどっつく棒みたいな、思んないな長いよ、まあ、そうやな、まあ、ちょっと短いという形でですね、11月も私たちは元気に頑張ろうと思います元気に頑張る、ただ YouTube の撮影が大変、全然な、いつもほら動画を2本ぐらい貯めて、やってるんですが、うん、2日先までな、うん、投稿してるんやけど、もう今日はこの動画を明日上げないといけないという、うん、編集も、まあ、編集もともと適当やけどまあでも頑張りますよ、はい、頑張ってニンニクも植え付けるんで、近日中公開ニンニク消毒動画、ニンニク植え付け動画、自然薯ほんちゃん掘り動画、ほんちゃん掘り動画、うん、あとはなんだ、そんなもんかまあ他にもなんかいろいろ予告編、はい、ですね、あ、で最後に、熊取新規収納塾という塾がありますが、はい、これをね、初めに言わないのがミソですね、最後に言うのは、チャンネル登録よろしくお願いしますみたいなもんでね、うん、あの入塾生募集中ですみたいなそれもね、あの本ちゃん塾生は別にあのどっちでもいいです、まあ、来るなら来てもらってもいいんですけど、はい、イベント塾生、イベント月に 1,2 回イベントをするんですよ、うん、11月とか10月、うん、12月は必ず飲み会イベントもあります。そうだね、10月はバーベキューイベントがありました。うん、ありました。で、今回はあの農場見学イベント、うん。で、あとは研修とかね。まあ、要するに、放課後のクラブ活動的に、ね、楽しくみんなで農業を勉強しようみたいなね。うん、で次のね、だから飲み会は、農業以外のことを語ったら罰金みたいな。関係のない話したら罰金みたいな。なるほど。罰金で、みんなの飲み代を稼ごうと。まあ、あのそんな感じ あのイベント会員、はい、イベント会員というかイベント塾生、はい、この、条件は1年に1回以上イベントを来ること、1年に1回以上、1年に1回以上大阪に来てください、はい、だからあの日本全国どこにいてもいいです、そうだね、うん、で1年に1回ぐらい来れるんなら何、うん、かのついでに顔を出してもらうと、うん、で、まあ、もしもねあの例えば、北海道の人が塾生になってくれて、うんうん、私8月のこの日に大阪行くんで何かイベントしてくださいとします、あ、いいね、うん、あのその人に北海道の人に会おうの会みたいな、ね、いいねいいねいいね、うん、そういうのもおもろいね、あ、おもろい、そういうのもしたいと思います、なので、イベント塾生募集中です、イエイ、イベント塾生になりたい方は、うち あの概要欄のメールアドレスのとこからイベント塾生になりたいっていうのを、入れてください、はい、そうすると、LINE をお互いLINE 交換をして、で、うちの 塾の LINE グループに入ってもらうと。で、LINE グループに入ってる限りは塾生です。はい。で、辞めたい人は LINE 塾のグループから退出してください。あ、この人ってなるのね。そうそう、そういうことです。まあ、そんな感じで、もしよければね、はい、別に無理して入らなくてもいいと思うんですよね。うん、まあ、YouTube で散々喋ってるんで、はい、今日も明日もあなたのところに私は YouTube で。お届け、うん、あのお邪魔しますよ、はい、邪魔するやったらくんなちゃうよね、あらママどっか行ってもた、まあそういうことでですね本日おしまいです、はい、それよいよいよい、はい、だから11月も頑張って、いい年を迎え、いい年早いよそれ12月入ってからいい、そうかそうか、11月をもう一生懸命頑張って12月も頑張って皆さん良いお年を、はい、早いよ、またお年、それでは皆さんさようなら。